たいと思います。でその商品は何かっていうと、ででこちらです。なんだっけ、Bluetooth リモートシャッターっていう、これ遠隔操作でスマホとかそういうカメラ類を操作できるっていうものです。まあ、使い方を説明していくわけなんですけど、まあ、この青いのがこれなんですけど、で簡単です。この青いちっちゃいポッチみたいなのあるじゃないですか、これを上にオンにしてやっていただくと、あ、違う、間違えました、これが今オフの状態です。まあ、オンって書いてあるところに上にスライドしてスイッチを入れると、これでも Bluetooth が発動するわけです。でその後に使いたい自分のスマホでもいいですし、この Bluetooth っていうところをタッチしていただいて、そうすると、はい、出ましたね、この ABA シュッチャーってやつ、これをタッチしていただいて出ました。このペアリングっていうところを押していただいて、はい、接続済みになりましたね。これでもう使えますね。でここからどうするかっていうと、もうスマホのカメラ機能で、で1回目高いレモンのようで立てかけて、遠隔操作でポチッとだけで撮影できるんですけど、でもまあたまに友達とツーショット写真とか、まあ、いろいろ集合写真とか撮りたいじゃないですか。そういう時にもこれ使えるんですよね。まあどうするかっていうと、こちらの私の自撮り棒でございます。こちらに携帯をセットして、でさっきみたいに Bluetooth をつないで、あ、もうつないでんのか。じゃあこの辺の位置から撮ってみます。私一人です。3、2、1、はい、普通に撮れましたね。じゃあ次2人で撮ってみます。じゃあちょっと、じゃあ行きますよ。皆さん買ってみてはいかがでしょうか。というわけで、のぞチャンネルはこれで終わります。